はいどうも、なぎです。はいどうも、増井です。というわけで今回はバージョン 4.0 実装実際問題フォンテーヌどう、はい、ということで今回ね、バージョン 4.0 のフォンテーヌが実装されたので、まあ、そちらの感想だったりを増井さんとゆるっと話していきたいと思います。ゆるっとね。はい、ゆるっと雑談シリーズです。よし、今日はちゃんとゆるっとたまにゆるっとかっこかっちりとみたいなね話題が出ることあるんではいまあ、今回バージョン 4.0 大型アップデートなので、うん、新しい要素とかも出てきて話したいこともいっぱいあると思うので、実際問題面白いのかどうか、はい、ゆるっと話していきましょう。ゆるっとだけどどうですかバージョン 4.0。 バリ楽しい。わかるやっぱ景色が変わるっていいなって思った。わかる。砂漠砂漠砂漠だからさえぐかったんよな。もう景色が綺麗って大事なんだなっていう、うん、なんかモンドと似た感じなんかなって思ったら、うん、いやモンドとはまた全然違った景色なんだよなと思って。そうだね、やっぱ明るいよね全体的に。明るいし綺麗、うん、街並みも風景も、うん、マジで綺麗。あと音楽もいい。わかる。今まで原神ってどの BGM もいいって言われてるけど、フォンテーヌいつもよりいいって言われてる意見が多い気がする。いやめっちゃ好き。なんかもう流してたいもん、うん、聞いてて。作業用 BGM でね。そうそうそう、なんか優雅な気分になれる。だからシンプルに探索してて楽しいんだよな。まあ新しい要素水中があるっていうのも理由の一つだとは思うんだけど、あの俺が2日目で探索1箇所 100% にしましたからねマジで。いや自分でもびっくりでございます。そんぐらい夢中になっちゃうぐらいいいってことだよな。まあ、今回新しくね水中が実装されたので、まあ、そこも新しい要素としては注目されてるんですけど、どうですか実際水中探索。水中ね、あでもさっきと一緒なんだけどさ、綺麗だから楽しいし、なんかキャラクターが水中で泳いでる後ろ姿とかもやっぱ新鮮なわけじゃん、うん、まず楽しいが勝つな。で操作も、まあ、自分はパソコンでやってるんだけど別に苦じゃない。めんどくさそうかなって思ったんだけど、うん、ちょっとコントローラーとかねスマホでやってる方はどうちょっとわかんないけど、まあ、俺コントローラーだけど基本的な操作はそこまで難しくないかな、うん、本当上行ったり下行ったりっていう切り替えが若干難しかったりするところはあるけど、はい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 、言うて慣れの問題だから実装2日目にしてもうすでに慣れつつあるので、うんまあ、これも時間の問題かなとは思います。水中の戦闘もまあ思ったほど難しくもないかなっていう、うん、たまに普通に全滅仕掛ける今さその水中探索において、うん、このキャラがとかこのキャラのこの凸がって今ちょっと出てきてない話題になってる。水中探索ディシアティアゼロなんでねで薬術だったりとかねちょっと凸必要だけどそう言われてたりするから水撃能力とかね。マジでディシアで水中探索すると死にません最強ですあのキャラまあねちょっと水中ね普段キャラクターたちがね使ってるスキルとか爆発使えないから、うんまあ、固有テンプだったりとかにね自動発動するようなものがねなんか水中でも発動してるから見る目変わるよね。水中だったらとかっていうなんかその視野からの評価が出てくるっていう。実際問題水中の戦闘としてはたまにあの強い敵、うん、大型の水中モンスターがいるんだけど、いるね、まあそこら辺はちょっとねやっぱ倒すのに時間かかったりするけど、まあ、基本的なモンスターは一体一体の処理もそこまで時間かからないし、まあ、割と快適かなとは思います。そうそう思ってたよりいいかなっていう、うんまあ、ただこれがバージョン 4.0 実装されたばかりで新鮮味という部分がねそのバフがあるので現在はああフォンテーヌマジックねこれが、はい、本当のフォンテーヌマジックなのかもしれない。俺マジックにかかってる可能性はありますねこれがバージョン 4.1 4.2 4.3 4.4 と続いていくうちに、うん、もしかしたらもう水中いいよってなってるかもしれない。また水中かよみたいなね。砂漠の景色ね3バージョン連続見飽きてたけど3バージョン連続水中でもう見飽きたわってなるかもしれないね確かにそういう可能性もなきにしもあらず。ただ一個言えるのは水中意外と移動が早いから移動が億劫みたいに感じることは少なかった。なんかちょっと速くなるギミック置いてあったりとかするしね、うん、ワープポイントも結構細かく置かれてるっていうのもあっていいね。あれはその水面で泳いでる時とさ水中で泳いでる時で明らかに移動速度が違うじゃん。そこやっぱこう水中探索を快適にするための工夫なのかなと思ったね。スタミナも思ったより減らなかったしね水中の。そうだね、まあ、止まってたらねすぐピュッと回復してくれるし意外と持つ。やっぱさこう初めて水中出た時楽しみ半分めんどくさいんじゃないかなみたいな、そうあった気持ち半分みたいな、うん、不安もあったけど、まあ、水中の中思ったより明るかったし想像以上に快適だったから。バージョン 4.0 のさ生放送、うん、リリース前生放送で、まあ、運営の開発陣の方がいかにこの水中の開発に力を入れたかっていうのを結構語ってたから熱心に開発しただけあるなっていうマップだな水中は。やはりホヨバースはオールウェイズ俺たちの期待を超えてくれるからね。ここは良かったところですね本当に、はい、じゃあ他にバージョン 4.0 フォンテーヌで追加された要素いろいろあると思うんですけど、うん、新キャラ3人、まあ、水主人公合わせて、はい、リネ&リネット水主人公、うん
どうですか、うん、やっぱ国変わって一発目のキャラクターって大事だと思うんだよな、うん、印象に残りやすいと思うし、いやでもいいスタート切ったんじゃないっていうキャラクターだと思うけどな。最初はね、歩道原作アタッカーっていうことで大丈夫なのかなって不安もあったけどあっただいぶあったちゃんと強くてびっくりしたわ、ね、リネットも戦闘面ではちょっと不安なところもあるけど、まあ、探索面でかなり人権寄りのキャラクターなので。そうだね、ちょっと4突とか貫突とか必要になってくるようなキャラクターではあるけど、あもし4突してるんだったらね、まあちょっとイエランっぽいことはねできたりもするし、風元素でその能力を持ってるっていうのもね優秀だよね、うん、やっぱ、まあ、他のキャラともいい差別化できて、リネットいいキャラクターなんじゃないかなと思いました。この二人は、うん、やっぱ可愛いね、兄弟並んでると。なぜかこういうテンポは噛み合ってないけど、期待してた。賞味一緒に使ったらダメバフ 50% ぐらいもらえるとか、なんか賞味期待してたわあーどうしてこういうテンポが。キャラクターの設定を生かすものは何もなかったな何もなかった本当に。何もなかった。紹介 PV の時にさ、一緒に使ってたじゃん、この二人は一緒に使うとうんたらかんたらいいですよみたいな言い方されてたから、炎元素と風元素水力持たせれるし相性いいのかな、ワクワクって思ってたら、まさかのこういうテンポが真逆の効果。何にもない。何にもないです。水主人公どうだった？いや、思ってたよりひどかった。いや、俺はね、諦めんかったよ。あの水鉄砲がもう ICD0 で劇団4とか持たせて、もう一発1万ババババババって出るぐらい強い水主人公に違いないって思ってた。結構ネタ枠やった。結構ネタ枠だったね。イランとかゆくあきとかのせいでちょっと水に対する期待度が高かったかな。まあ、水元素っていう元素は優秀なんだよ。うん、なんなら凸効果が結構優秀なんだよね。まあ、にしてもちょっと元素スキル元素爆発が。元素爆発がね、すごいな、あれは。いや、元素スキルはね、もっと極めてったら面白くなりそうなんだよな。ちょっと お遊びとかいろいろ含め面白くなりそうなんだけど、ちょ元素爆発はちょっときついな。二凸の効果見たときびっくりしたもん。速度がマイナス 30% 遅くなる。風元素を主人公とどこいどこいよな、あれ本当に。やってること元素爆発風主人公だから。え、バージョン 4.0 よなってなってよ。まあもちろん他の部分とか見たら優秀なポイントはあるんだけど、にしてもちょっと基礎スペックが。そうだね。まあリエに吸われちゃったかな、ちょっと。基礎スペック化け物のリエに全部持ってかれてるんかもしれん。まあでも各国の各元素になった主人公といえばさ、やっぱこれからちょっと神様の性能実はこれなんじゃないかって予想される大事なピースではあるやん。なんかちょっと不安になってきたもんな、水主人公見てちょっと。いや大丈夫。フリーナはいける、いける、きっといける。俺は信じてる。まあでもフォンテーヌのキャラクター、やっぱ HP の変動が何かしらあるよね。鍛造武器もそうだしさ。そうだね、生物もそうだし、やっぱ HP は何かしらに関わってくるんじゃないかなっていうような可能性は高そうだな。以前みんなで予想したけど、水主人公の性能を見る感じ、回復できてサバタッカーで火力も高くてシールドも張れて水鉄砲も打てると、これはちょっといらないかな。まあ、そんなスーパーハイブリッド神様になってくれると俺は信じてます。まあ、他はバージョン 4.0 ゼロの要素で言ったら編成画面か、あとおしゃれになったね。いやー、おしゃぷポイントやな、あれ原神のマジでいい。見ましたか、ナヒーダの登場シーン。見た、ブランコでね、くるんって、なんか各キャラのちゃんと特徴を捉えたモーションになってるよね。でさ、背景がさ、メニュー画面開いた場所によってちょっと違うじゃん。国によって変わるよね。そう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 、あれもねいい。増井さん的には誰のモーションが一番好き？エウルワかな。あ、エウルワかっこいいよな。この剣出して消す感じがさ、マジでおしゃれ。あと勝利が結構貫禄あっていいな。あ、後ろ姿でね。そうそうそう。腕組んで。ココミとかもね、登場の感じがちゃんとキャラに。あ、いい、うん、ココミめっちゃいい。下からグインってくる感じが。いやもう、ね、水中でココミ使ってる時がいっちゃん楽しい。わかる。水中とココミの、あの見た目の調和。素晴らしい、マジで。水中の時にさ、長押ししてさ、構えるやん。あれ、後ろ姿良くない？ちょっと斜めで見えるやん。あれ、各キャラのね、ケツが見えるんだよな。ココミやばいね。ココミのお尻やばかった？ココミね、えぐい。えぐいか。えぐい。じゃあ他の要素としては、同じく探索面で、フォンテーヌのギミック度。なんかさ、事前に見た時さ、なんかめんどくさそうって思ったんだよね。うん、うん、うんうん。ある系でしょ？このフォンテーヌのキャラクターの、こういう、テンプかな。リネだったら通常のとこに書いてあるし、うん、リネットだったら確かスキルじゃなかったかな。そこになんかある系ってついててさ、うん、なんか2種類あるじゃん、金と紫の2種類があって。そうそう、これがね結構めんどくさいかなって思ったんだけど、フォンテーヌのギミック全体的に簡単なものが多いなと思って、うん、サクッとクリアできるし、チュートリアルを見なくてもパッと見でなんとなく解ける
ギミックが多い。そう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 。いや結構ね複雑で解くのも難しくなってきてたからギミックが、うんうんうん、でそれが前回のさ期間限定のイベント、あそこめっちゃ探索楽だったから、うん、本体でもこんな感じで楽なもんばっかだったらいいなって思ってたけど、結構思ってたより楽だった。そう、少なくとも稲妻と詰めるよりかは簡単だった。これはね丸だね、ポイントとしては、うん、花丸あげちゃうポイントです、うん、でもこれ以上難しくしないでほしいこの基準でね、この基準でずっと維持してほしい、うん、そうそうそう、これぐらいでいいよ、ね、探索は。なんか挑戦系も玉集めるやつとかが結構多くて、シンプルで分かりやすかったし、透明な床とかも出てきたけど、うん、解き方も初見で分かるぐらい簡単だったから、まあ、やってて楽しかったしね探索、うん、まあ、そういうのもあって実装2日目でよし探索やるぞっていう気持ちになったところもあるから。いや探索のね荷が重いのってやっぱね圧倒的にめんどくささなんだよね、そのギミックとかのギミックがめんどくさいってどうしてもね、うん、地形とギミックなんだよね、うん、まあ、地形はね最近そういってやっぱ探索にね便利なねスキルやら持ってるキャラクターが増えてきたから、うん、よくはなってきたけど、ギミックがねやっぱだんだん難しくはなってきてたから、ここでまあちょっと緩和してくれたのはありがたいなって思うな、うん、それで言うと地形も結構稲妻みたいなネズミ返しが多い地形もなかったし、うん、ほとんどそういうのもなくて割と快適に探索できたかな。じゃあお次フォンテーヌのストーリーどうでしたか。長いマジでバカ長い。まあ、4.0 アップデートあったその日の夜に配信でやったんですけど、うんうんうん、配信時間あの7時間40分ですね全部終わらせるのに。でもあれだよね、全部オートでやった上で7時間だったんだよね。そうそう、オートでちゃんとボイスきちんと聞いた上でやったから、うん、まあ、もしちょっとね黙読とかでやるともっと早く終わると思うんですけど、うんうんうん、ああもうケツ痛すぎてすっと座ってたから実際ストーリーの方はどうだったの、内容は。うん、俺の個人的な意見では、うん、今までのストーリーの中で一番好きかも。おお、マジ？ちょっとね、俺まだ魔人任務自体は進めてないから俺の感想は言えないんだけど、今までのストーリーもね少なくとも序盤は結構どのストーリーも完成度高かったから、その中で一番っていうのはなかなか期待が持ってますね。そうだね、まあストーリーに関してはねもう完全に多分個人の好みが出てくるから、うんうん、少なくとも増井さんの中では一番面白かったかな、楽しめたかな読んでて。俺全く内容まだ知らないから聞いちゃうんだけど、新キャラは結構出てきた？新キャラね結構出てくる。へえ、序盤にしてそんなバンバン出てきたんだ。そうそうそう、だからあ序盤にしてこんなに出してくれるんだっていうのがあったからだからもともと PV とかで見てたキャラクターの第一印象から結構変わったキャラクターもいたし、うん、ストーリーを得て。なるほどね、それはちょっと期待持てるな。だからね、あ早くやってよかったなって。なんかあんまり興味なかったキャラクター、あー推しとは別に、うん、そうそうそう、推しなりそうだなみたいなことは別に、なんかこうアウトオブガンジュだったキャラクターも全然気になってきたね、うん、ストーリーを得て、うん、そうそうそうだからきっとストーリーをねやって、まあ、同じような感じになる人もいるんじゃないかなって思いますね。たくさん確かに実際にねやっぱ喋ってるのとか見ると印象変わったりもするから、ストーリー見てこのキャラ引きたいってなる人も多いんじゃないかな、うん、そうなると。はい、魔人任務もかなり評価は高いということで、はい、そう考えると探索面だったり水中マップだったり編成画面だったりストーリーだったりいろんなところは本当に今までの国に比べても全体的に評価高い気がする。本店は高い、うん、高い。新鮮味っていうところを差し引いてもさっき言った探索のしやすさだったり、まあ、ストーリーの話もそうだし、うん、高水準になってる気がするわ、はい、うん、もうね緑と砂漠はもう見飽きたんだよマジでマジでもう見飽きた。ルメールの緑と砂漠の長さは異常だったね。探索がめんどくさい云々じゃなくてもただで砂漠が嫌いなんだなって思ってきたもんね。コンテヌテ一つとっても全体的に明るかったり水が多かったりして、うん、やっぱ綺麗だよね。ハイテクだしね、ちゃんとファンタジー感もあってファンタジー RPG の良さを詰め込んだような街並みになってるからすごい探索しててワクワクしたわ。こういうマップを探索してる時こそオープンワールドの良さっていうのを感じやすいっていうのもあってね。そうだね、これはオープンワールドじゃないと楽しめないな、うん、確かに原神の良さをより引き出してるアップデートだなっていうのは今回感じたね、うん、はい、ということで今回はバージョン 4.0 コンテヌのアップデートについて増井さんとのんびりゆるっと話していきました。まあ少なくとも 4.0 はこれだけ評価の高いアップデートだったので、ぜひこの感じを 4.1、4.2、4.3、4.4 と続けてほしいですね。いやもう 4.1 はしかもあれだしね、3周年かな原神。確かにやっぱ原神は運営が本当にすごいから、これからも神アップデートが続いていくことを期待していきましょう。ちょっと物足りない部分はあったんだよね、樹脂だったりとか、うん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 、そういうところの解決なんかあればいいなって思ってなかったから、次ね3周年だったら期待しちゃうかな今まで届かなかった痒いところはね全部解消してほしい。痒いところ全部書いてほしい。お隣のスターレイル君はもう書いたところ全部書いてたんで原神も書いてほしい、どうにか全身
入るところお願いします。はい、下心にも孫の手ください。ということで、今回遊びに来ていただいた増井さんのチャンネルは概要欄の方に貼っておりますので、ぜひぜひそちらからチャンネル登録の方よろしくお願いします。お願いします。まあ、ぜひ皆さんのコンテナの感想などもコメント欄の方に書いていただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。